トゥラ・サターナはアメリカ合衆国の女優、元エキゾチックダンサー。日本の北海道を生まれ。彼女は主にラスメイヤー監督の1965年のカルト映画ファスター・プシー・キャット、キルキルの主人公、バーラ役で記憶されている。サターナの父は日本とフィリピンの血を引くサイレント映画俳優、母は アメリカインディアンとスコットランド系アイルランド人の血を引くサーカス芸人だった。第二次世界大戦後、ローンパインの満座のある強制収容所での抑留が終わり、彼女の一家は鹿が、彼女は非常に早くから胸が発育し、優秀な生徒であったにもかかわらず、養子と日本の血筋のために耐えず嫌がらせを受けた。9歳の時に学校からの木と、 彼女は5人の男性によって臨館された。犯人たちは全く起訴されず、裁判官が買収されたと噂された。この出来事は、彼女が、格闘技、合気道と空手を学ぶきっかけとなった。そして15年にわたって強姦者を追い詰め、復讐を果たした。私はいつか、どうにかして、彼ら全員に借りを返すと自分に誓いました。と、彼女は、数年後に語った。 彼らは、私が言うまで、私が誰であるかわかりませんでした。強姦事件と買収された裁判官により、ティーンエージャーの時に彼女は競合員に送られ、ギャングのリーダーになった。彼女は、最高トラーニックビデオのインタビューにおいて、我々は、川のライダージャケット、ジーンズとブーツを身につけ、目的のためには手段を選びませんでした。と言っている。13歳の時に彼女は、 ヘルナンドで彼女の両親と17歳の花婿の家族によって取り決められた束の間の結婚をした。サターナはその後偽の身分証明を持って15歳でロサンゼルスに行きブルース歌手とホステスの仕事で腕試しをした。結局彼女はエキゾチック、ダンサーとして成功し同僚たちと町から町へと旅をした。サターナはサイレント映画のスターで 立体写真家のハロルドロイドに小ビジネスを続けていく上での自信を与えられた。私は自分自身を醜い子供と思っていました。ロイド氏は言いました。あなたはそのような金星の取れた顔を持っています。カメラはあなたの顔を好みます。あなたは注目されなければなりません。19歳の時、妊娠した。しかし週におよそ1500ドルを稼ぎ出すダンスの仕事を その後8ヶ月間続けた。初期に、サターナは、ハワイアンアイ、0011ナポレオンソロ、0022アンクルの女、地上最大のショー、バークに任せろなどのテレビ出演をした。彼女はまた、ディーン・マーティンとエリザベス・モンゴメリー主演の、僕のベッドは、花盛りでのダンサー役などで映画にも出演し始めた。同年、彼女は、ジャック・レモンとシャーリー・マクレーン主演のミュージカル、 あなただけ今晩はにも、パリの売春婦として、仮メを出演した。サターナは、ファスター・プシー・キャット、キルキル以後は、ザ・ストロ・ゾンビーズ、ザ・ドール・スクワット、マーク・オブ・ザ・ストロ・ゾンビーズと、主にカルト映画監督テッド・ V ・マイケルズの作品に出演した。テッド・マイケルズとは長く友人関係が続いた。サターナはまた、ザ・インクレディブリー・ストレンジ・フィルム賞。 ストリップデベロア、シュガーボックス等の様々なドキュメンタリーやテレビ番組に彼女自身として出演した、ファスタープシーキャット、キルキル予告編よりサターナの最も有名なスクリーン上での役は、ファスタープシーキャット、キルキルノバーラである。この非常に攻撃的でセクシーな女性を彼女はスタントシーンも戦闘シーンも全て自分自身で演じた。 有名なタイム誌の映画評論家、リチャード・コーリスは、彼女の演技を公表した。最も、率直な、多分メイヤー作品の中でも率直な演技の一つで、そして確かに最も恐ろしい。当初、ザ・レザ・ー・ガールズというタイトルだった、この映画は、女性の暴力への参加であり、ラス・メイヤーとシナリオ作家、ジャック・ムランによって作られた構想に基づいている。両者ともサターナの、初オーディションで、 バーラそのものだ。と思った。映画はロサンゼルス郊外の砂漠で40度近い日中と凍てつく夜間に撮影された。サターナはメイヤーと10代の共演者スーザン・バーナードと頻繁に衝突した。メイヤーは彼女がとても有能で自分自身を制御する術を知っていた。彼女とセックスするな。そしてもし君が彼女とセックスするならばうまくやってくれ。 彼女は君に襲いかかるかもしれない、と語った。彼女は自身のコスチューム、メイク、格闘技の使用法、会話、主要な男性キャラクターの死の場面でタイヤスピンを使うことなど、映画のビジュアルや制作の鍵となるアイデアを提供する役割を完璧に果たした。メイヤーは映画の名声が長続きした主な理由としてさ、 サターナによる撮影中の非常な緊張感を上げた。彼女と私は映画を制作したんだ。と、メイヤーは語った。メイヤーは彼の以降の作品でサターナを起用しなかったのを大いに残念だった。1973年、テッド・ブイ・マイケルズ監督のザ・ドール・スクワット制作後、サターナは元恋人によって撃たれた。後に彼女は病院で仕事を得え、 4年間勤めた。彼女はファーミンデルースホスピタルで看護を学び、その後ロサンゼルス市警察の捜査係として短期間雇用された。1981年、彼女は自動車事故で背中を痛め、2年間入退院を繰り返しながら大きな2つの、その他およそ15の手術を受けた。サターナはロッド・テイラー、ヒュー・オブライエン、ジェームズ・アーネス。 フォレスト・タッカーといったスターたちと付き合った。二度目の結婚前には、伝説的な歌手、フランク・シナトラと若き日のエルビス・プレスリーと関係を持った。エルビスは彼女にプロポーズまでした。彼女はエルビスを拒絶したが、結婚者年度のプリシラ・プレスリーの化粧や服装は、サターナに生き移しであった。1981年11月、彼女はロサンゼルスの元警官と結婚し、 結婚生活は20年間続いた。夫は2000年10月に他界した。サターナは彼女のマイスプリースサイトを通じて多くのファンと誠実に接していた。サイトには彼女の映画の抜粋、50年にわたる写真、彼女を模した絵やフィギュアが掲載されている。2011年2月4日、アメリカ合衆国ネバダ州リノにて心不全のために死去。72歳没。打つ。 ありがとうございます。